うなちゃんの格好して寝てるぞ。しめちゃん。しめちゃんって。なんで怖いんでしょう。じゃあ私こっちなんで。敵もいないし、この中にいれば。ハクビシンにね、傷つけられたのかもしれないじゃん、鼻のところが。わかんない。ねえ、なんかでも治ってきたよね。何ヶ月も前、何ヶ月か、冬場だよね、寒い時だよね。一番傷ついてた。血が出てきて、お前どこで喧嘩してきたのって言ったんだけど。猫同士なのか、わ、うん、からないけど。一周。いっちゃいよ、いっちゃいよ。ねえ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 。幸せだね、しましょう。寝ながら耳をピクピク、聞いてるんだよね。なんかうるさいな、うるさいなって思ってるか。ごめんなさいね、しましょう。昼寝をだって同じもの格好でお母さんと同じ一緒に寝てるから可愛いんだもの。安心して、このお兄さんはお二人でお昼寝して、しかも涼しそうだから今日いい風ですね。